あ、バエルン、キムビンジェね。あれ、これってさ、パバール出てくからってことなのか、一応、頭数的には。キムビンジェセンターバックだわ。リュカとかサイドバックに使って。左アルフォンソとリュカ。あれだ、ブリント出したから。ブリントのとこ誰か入るみたいな話してたよね。デリフト右サイドバックはないでしょ。ウパメカのサイドバックの方ができそうだけどね。キム・ミンジェがね、ビルドアップ。うまく楽はないけど、整体をいつも入れれるみたいなパターンでもないっすね。ゲレイロ取ったの？じゃあ、リュカはセンターバックだ。アルフォンソとリュカ、ゲレイロで、リュカと、デリフトと、ウパメカのいて、そこにキム・ミンジェ入ってくるのか。まあ、トゥエルナは3バックもできるもんね。リュカ対談の子なんだ。ああ、じゃあ、リュカのところか。右サイドバック、パバールいなくなったら、キミヒは使わないだろうから、リュカはね、足は速いんだけどね。そこの判断とか、なんかそういう、ちょっとなんか身体能力任せみたいなプレーはあります。あ、マズラウイね。マズラウイ、スタニシッチ、あ、カンセロか。うおー。でもカンセロは戻すもんね。どっちもすげえ、スタニシッチはね、内側絞ってきたりとかするけど、裏ケアできたりとか、なんか守備の準備動作みたいなのが遅かった気がすんな。でもほんと3バックが良さそうだね、今のメンツだとね。